マイク・マイヤーズはカナダ出身の俳優、コメディアン、脚本家、映画プロデューサー。1963年5月25日、オンタリオ州スカボローに生まれる、イギリス人の両親を持つ。父親はイギリス陸軍のコック、母親は元イギリス空軍。子供の頃からコメディアンになることを夢見て、高校卒業後にシカゴの名門コメディ劇団、セカンドシティに参加。 1989年からサタゲーナイトライブにレギュラー出演し、多くのキャラクターを演じて人気を博し、エミー賞を受賞する。その中の一つのキャラクターを映画化したウェインズワールドがヒット。この映画では脚本も書いている。続編も作られたが、その後しばらく公の場に姿を現さなかった。1997年からのオースティン・パワーズシリーズで復帰。 このシリーズでは、脚本、制作も手掛けている。1997年と2008年の MTV、ムービーアワードの司会を務める。マイヤーズ自身は、カナダ、アメリカ、イギリスの市民権を所持している。1980年代に、女優、ライターのロビン・ルーザンと交際を始める。二人は、シカゴのホッケー場で出会った。 1993年に結婚するが、2005年に離婚を申請。2006年よりカフェのオーナーであったケリーティスデいルと交際を、はじめ、2010年に結婚。息子と娘が一人ずついる。突起なきものは出演のみ。ありがとうございます。